皆さんこんにちは。皆さんは就活という言葉をご存知ですか？就活というと暗いイメージを持つ人が多いかもしれませんが、就活はこれまでの人生を振り返り、自分のこれからの人生について考え、希望や思いを記録し、それを周りの信頼できる人に伝える大切な取り組みです。しかしいざ始めようと思っても、何から始めたらいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。そこで高岡市では、市民の皆さんがお元気なうちから人生の最後をどのように過ごしたいかを考え、記録に残し、家族や大切な人に伝える手助けとなるよう、人生生き生きノートを作成し配布しています。人生生き生きノートは、人生の最後にどのような医療や介護を受けたいかだけではなく、大切な方へのメッセージや、これまでの人生の思い出、これからやりたいこと、行きたい場所、会いたい人なども書いていただけますので、気軽に書き始めてください。この番組では、市民の皆さんが就活について考え、取り組めるように、高岡市医師会をはじめ、在宅医療や介護に携わっている皆さんが、分かりやすい寸劇で説明をしておられます。ぜひ市民の皆さんが、人生の最後まで自分らしく生き生きと暮らせるきっかけになることを願っております。結びに、今回この番組の制作にあたりご尽力いただきました高岡市医師会をはじめ、在宅医療介護に関わる皆様、大変ありがとうございました。心から感謝を申し上げます。皆さんこんにちは。これから始まる寸劇のテーマは就活です。就活とは、ご自身の人生の最後に向けて前向きな気持ちで準備する活動のことを言います。家を片付けて整理整頓する作業だけではなく、誰にでも来るもしもの時に、どこでどのような治療を受けたいかや、頑張って働いて築いた財産を誰に受け継いでほしいか、そして何よりも大切な人への感謝の気持ちをきちんと伝えて、いい人生だったと締めくくるための準備をすることでもあります。老後の期間が長くなった今、皆さんと一緒に就活について考えてみたいと思います。寸劇の主人公は、一人暮らしで親族もいらっしゃらない、いつも元気で明るい80歳の水野さんです。物語は、水野さんがかかりつけの診療所に受診するところから始まります。それでは、始まり始まり。あ、先生こんにちは。こんにちは。皆さん元気やぜ。血圧測ってもらおうか思ってきたんやけど、調子どっけ？バンバンやちゃん、あんた100でも200でもいきなりや。そっけ、任しといて。いいね、元気そうで。先生ってね、私最近ね、就活しとんがいちゃう。就活？なんか仕事でも探しとんが？それもあんがいけど、いやもう一人もんやから片付けしとんがいちゃうね。そっちの就活系、でなんかいい方法ないかなとは思っとんがいけど、先生なんか知らんけ。そうやね、こないだね、そういえばね、高岡地域包括支援センターの方がね、来とって、高岡市でね、人生生き生きノートという就活支援ノートを作ったりと言うとった。そういえば、人生生き生きノート。生き生きノート、そしたらね、包括の人に水野さん家行って話してもらうように連絡しとこうかな。あ、先生そんなならお願いします。じゃあ、わかりましたよ。先生、ところで血圧。あ、そうやった測って。はい、はい、そしたら血圧測るね。緊張してるんか？緊張すんね。先生どこやもん。なら測るね。皆さんちゃんとね、薬飲んどるから、バンバンやわ。あ、よかった。
そしたらね、今調子いいから、うん、いつものお薬出しとくから、また飲んでもらおうかな。わかりました、先生またよろしくお願いします。そしたらあのその包括とやらもまたお願いします。また連絡しとくね。はい、またお願いします、はい、ありがとうございました。翌日、包括職員が水野さんの家を訪ねました。こんにちは、水野さん。あららら、こんにちは。高岡地域包括支援センターから来ました、東と言います。あ、東さんね、はい、よろしくお願いします。初めまして。ここまた座ってください。はい、ありがとうございます。あ、散らかっとってね、ごめんね。とんでもありません。先日、林先生からこの人生生き生きノートの説明をしてあげてほしいと伺いまして参りました。これが人生生き生きノートという名前の就活支援ノートです。あ、そうなわけ、はい、これに書くわけ。そうなんです。じゃあ日記みたいやね。私日記書いたら何かあったらどうすんわけ。死んだ後にあんたあそこのバーハンこんなこと書いとんや。いや困ったね、そんなもん書けれんわ。いいえいいえ。ほんでもってこう高いのやろ。なかなかいいノートやから。大丈夫です、これはね無料なんですよ。無料、はい、ただ、はい、ただより高いもんないからね。そんなことないです、大丈夫です。大丈夫ですか。家の中を片付けてらっしゃると聞いたんですけれども、ね、そう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 、片付けだけが就活ではないんですよ。はあ、そうなのですか。はい、はあ、じゃあ何すんの。このノートはですね、うん、自分の大切な思いを未来につなぐためのノートなんです。うん、あ、そうなんですか。高齢者の方からの、うん、もしもの時に備えたらいいのは分かってるけれど、うん、何から手をつけたらいいか分からないとか、うん、なるほど、うん、今は元気だけど、うん、まあそのうちいずれっていう声、うん、それからご家族の方からの、うん、これでよかったのかな、何を望んでいたんだろう、うん、もっと早くから聞いておけばよかったっていう声をもとに、ね、うんうん、高岡氏が作ったノートなんです。もしよかったら一緒に見ていきませんか。うん、そうやね、うん、まあ、教えてもらったら助かっちゃね、はいはい、ご説明していきますね。まず第一章は私のこと。あなたのこと。水野さんのことです。あ、私のことね。はい、そうです。あ、分かりました、はい。お名前とか住所とか思い出、芸名じゃかできたら本名でお願いしたいんですけど、お願いいたします、はいはい。それから趣味とか、趣味とか、はい、とかとか、うん、それと、今の好きなこと、うん、第2章と第3章、うん、これが人生の終わりまでどのように過ごしたいかを書くページになっています。例えば病気になったら、病気になったらね、はい、うん、治らない病気にもしなってしまった時に、うん、水野さんは病気のことを病名も知りたいし余命とかも知りたいって思われますか。そりゃ思わいね、自分のことやもんに。やっぱ知っといた方がね、何かあった時にね、片付け、あ、また片付けるわよ。ごめんなさい、いい、そういうようなとこせんなんからね、うんうん、絶対に教えてほしい。わかりました、うん、そしたらちょっと書いてみますか。ボールペン、あ、どうぞ使ってください。荒川らしいピンクやね。、はい、ありがとうございます、はい、病名余命を告知してほしいということでよかったですか。はい、もちろんです、はい、ここは何で、うん、でっかく、はい、はいはい、ありがとうございます。それから延命治療について、平均、うん、もしね、もう治らない病気だということが分かった段階で、うん、救急車で運ばれた時に心臓マッサージしてほしいとか、うん、人工呼吸器つけてほしいとか、命をなるべくこう長くしたい、短くても良い。、うん、という方であれば、こちらですかね、回復の見込みがなければ延命治療を希望しないということでいいんでしょうか。でも痛いがもう嫌ながいちゃうね、うん、そうなんです。ここにも項目がありますが、うん、苦痛を少なくことを重視する、うん、まあ、それから何にもしてほしくないっていうのもあるんですけれども、どうですか。2つつけてもいいの。大丈夫ですよ、うん、たら2つつけといてね、はい、
たら苦痛を少なくするヨガと、うん、はいはい、延命治療はしない、うん、はいはいはい、それから3つ目に、うん、終末医療について。終末医療、はい、最後をどこで過ごしたいかということなんですけれども、うん、例えば病院で入りたいとか、はい、お家でずっといたいとか、うん、何か考えていらっしゃることはありますか、うん、そりゃもちろんうちやちゃ、うん、ねえ、こんなんだお父さんいいうち建ててくれたもん、ここでじいちゃんと一緒におらんなんちゃ。そうですよね、うん、ここで、うん、ここで、うん、なるべく最後を過ごしたいということですか。なるべくでない、ずっと過ごずっと。わかりました、うん、じゃあここにチェックを入れてください、はい、こんなふうにどのような医療やケアを望むのか、うん、ご自身の希望や大切にしたいことを家族や支援者にしっかりと伝えて記録に残しておくことがとても大切です。それがないといざという時に家族や支援者はとても悩みます。なるほどね、はい、ここにご自身の意見が書かれていることがとても助かるんです。ふーん、もちろん気持ちが変わったらいつでも書き直してください。わかりましたね。第4章がエンディング、うん、亡くなられた後のこと、うん、葬儀の希望や遺言の有無、連絡してほしい人、うん、渡したいものとかがあればご記入いただけます。それから最後は第5章、大切な人たちへのメッセージになっています。財産についても書くことができるようになっています。順番に書かなくてもいいんですよ、好きなとこから、はい、好きなところから楽しみながら書いてください。全部書き終わっても時々見直しをしてくださいね。わかりました。元気なうちから人生を振り返り、自分に関する情報や希望をまとめ、しっかり残しておくことは、自分のためにも、残された家族のためにも、とても大切です。もしもの時に備えて考え、ご家族や支援者と話し合うことを人生会議と言います。第2章、第3章はその一部です。話し合うこと、記録として残すこと、ノートがあることを伝えておくことによって、終末期でも皆さんの意思が最大限に尊重された支援を受けていただきたい、そういう思いでこのノートは作成されています。人生生き生きノートを書くことで、これからの人生をどのように過ごしたいかを改めて考えるきっかけにし、ますます充実した生活を送っていただきたいと思います。もし書いてわからんかったら、はい、東さんやったっけ、はい、うん、東さんのとこに電話してもいいけ。もちろんです、うん、いつでもお電話ください。助かるわ。それから1年後、水野さんはいつものように林先生のところに受診されました。先生、こんにちは。こんにちは、水野さん。なんか、いつもと違って元気ないぜ。先生、なんかね、調子悪いちゅうもんか。今年の夏、ほら、暑かったでしょう、うん。そしたら、なんかね、食欲ないもんの。うん、最近、夏風邪もひいたが治らんがか、うん。咳も出るしね。あ、ほんとけ。うん、なんか昔と違う、去年と違うは年ありがけ、年いったもんね。うん、うん、まあ疲れが出たりとか、うん、暑かったからかもしれんけど、うん、ちょっとじゃあ診察しようかな。そうやね、まあそういったあれやね、夏の疲れかもしれんけども、水野さん一回病院に行ってちゃんと調べてこんけ。ええー、
先生そんなもん夏バテやって、うん、いかんなんけそんな。そんなこと言わないで一回ちゃんと調べて何が問題ないかねちゃんとチェックする方がいいかもしれんから高岡総合病院に紹介状書くから一回行ってきてくれんけ。いかんなんけ先生。頼んちゃん。そうやね先生そういう手はもう行ってくっちゃ。そうしよう。わかりました。行ってきます。はい、な書きますね、はい。ちゃんとね。お願いします。うん、水野さんは紹介状を持って高岡総合病院に検査に行かれ、検査結果を持って林先生を訪ねました。先生行ってきました。あ、行ってきたな。これ返事やと。返事け、うん。どれどれ、うん。どうやったっけ。あもう汚いわ先生。何言うても聞かん、何言うても教えてくれんもん。あ本当け、うん。どこまで話聞いてるが、全く聞いとらんが。全く聞いとらんがだ。あそんなん先生に聞かれ言うとってやったもん。本当け、うん。うん、そっか。水野さん、そしたら一応ね今病院の先生からのお手紙見ると、うん、まあいろいろとね病院で検査したところ胃がんが見つかったみたいなのが言っちゃう。ああ胃がんね、うん、胃がん見つかったみたいなのが言っちゃうね、うん、でねもう検査の方ではねさらにねちょっと残念なんだけども肺の方にもね転移してるということが分かったがですわ。ああそうけ、先生なあそんなね治療じゃなしたないがで、うんうん、ほら去年先生も、うん、紹介してくれたったあの人生、うん、生き生きのとやら、うんうんうん、何やったかねなあ治療していらん言うて書いたがいっちゃここを見てくだはれ、うんうんうん、はい、うんうんうんこね、あそうやね教えてほしいがこう先生言った通りに教えてもろたちゃ、うんうんうん、だけど私うちで最後までうちでね、うん、過ごしたいがあそうなんや、ね、だからね、うん、うちで頼んちゃ先生、うんうん、最後まで私見て、はい、ただ一人やもんやから、うん、誰も親戚もおらんしそこらへんもねそうだね、うん、そのうちで過ごしがかどうかなわからないけど、うん、まあ水野さんがそこまで考えとるがやったら在宅医療っていうのがあるんですよ。在宅医療、うん、うん。在宅医療じゃなんですけ、うん、でちょっと簡単に説明するとね、うん、例えば今回の水野さんのように病気があるんだけど家で過ごしたいというふうに思っている方とか、うんうん、あと今ね通院してるんだけど通院できなくなったらどうしようかなと思っておられる方がいっぱいいらっしゃると思うんだけどそういう方々のために在宅医療というのがあるんです。うんそれじゃあ先生も来てくださんがや、うん、もちろん、うん、それでは具体的にお話しますね。お医者さんが直接患者さんのお宅に伺って診察をする訪問診療や看護師さんが直接患者さんのお宅に伺って健康状態のチェックやお世話をする訪問看護があります。さらに薬をもらいに行けなかったり薬の管理ができない場合には薬剤師さんがご自宅までお薬を持ってきてくれて薬や飲み方の説明をしてくれたりケアマネージャーさんが家に伺って必要な介護用品の手配や困りごとの相談に乗ってくれます。今ほどお話しした医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャー以外にも場合によっては歯医者さんや他の介護サービス事業所の方々と一緒に医療と介護の両面からお家での生活を支えていきます。状況によっては病院と連携することもあります。そのように言われてもどんな病気やどんな状態で
あっても本当に家で見ていけるのかどうかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。例えばご飯が食べれずに点滴をするような場合であっても問題はありません。お家の方のお力をお借りする場合もあるかもしれませんが、基本的には医師と看護師で管理していきます。またどのような病気であっても、病状によっては寝たきりのような状況であっても問題はありません。医師・看護師だけでなくて、ケアマネージャーやヘルパーさんとも協力して支えていきます。寝たきりでもお風呂も入れますし、お家で過ごすのに必要なベッドや車椅子、ポータブルトイレも準備できます。どのような病気でも、どのような状態であっても、お家で過ごしたい、お家で帰りたいという気持ちを持っておられる方であれば、そのお気持ちをみんなで支えていきます。これが在宅療です。あ、そういえばね、水野さん、今日ね、訪問看護師の野田さんが来とられるがいちゃ。訪問看護師、うん、野田さん、こちら来てもらえますか。はい、先生。はい、こちらが訪問看護師の野田さんです。こんにちは、よろしくお願いします。訪問看護について少し説明してもらえますかね。わかりました。それではじゃあよろしくお願いいたします。はい、それではお邪魔します。訪問看護では体の様子を見たり、手当てをしたり、あと先生に連絡したりしますね。病気でも安心してお家で暮らせるように、可愛い看護師が伺いますので、よろしくお願いします。可愛い看護師さんが来てくれるがいいね。はい、私ね、わがままやからね、うん、なんかいらんこと言うかもしれんが、でまたお願いします。大丈夫ですよ、水野さん、いつでも電話してくださいね。飛んでいきますから。飛んでくるのですね、はい、そんなら安心やね。可愛らしい看護師さんは飛んでくるし、先生も来られるしで、せっかくね、じいちゃん一生懸命働いてくる家建ててくれたもんで、そこで過ごしたいなと思って、そうすればね、やっぱりあのいい人生やったな言って死ねるがじゃないかなと思ったがです。またよろしくお願いいたします。それから数ヶ月が経ちました。水野さん、看護婦です。体の調子はどう？なんか息苦しいね、息苦しい、ちょっと血圧測らせてくださいね。早いご飯食べてる？うん、どうかな、ごめんね。と血圧が苦しいね、息苦しいね、ちょっと先生に連絡取りますね、待っててくださいね。もしもし、林先生ですか。もしもし、水野さんですけど、血圧が少し下がってきています。はい、ちょっと息苦しそうなんです。あ、そうなんですね、はい、そうしました、今から向かいますので。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、水野さん、先生来てくれるって安心やね、待ってようね。あ、水野さん、ごめんね、遅くなって申し訳ない。水野さん、あのね、野田さんから調子悪いって聞いたんだけど、だいぶ具合悪そうかな。つらい。つらいがか。ちょっとじゃあ診察させてもらうね。さあ、今ね、診察したんだけど、だいぶちょっと悪くなってる感じするな。
それでね、一つ確認しておきたいことあるんだけど、前水野さん人生生き生きノートが書いておられたね。ここあそこにあるのか。ここちょっと見せてもらっていいかな。うん。うんうん、水野さんそうしたらね、前ね最後までお家で過ごしたいというそういうふうなことをおっしゃってたんだけど、今ね診察するとだいぶね状態悪くなっとるから、病院でのね入院という選択肢もあるかなとは思うんだけども、最後までお家で過ごすので意味かな。病院はいいや。病院はいいや。ああ、そうか。うちがいいわけ。うん。そしたら、このままお家で見ていくというのでいいかな。お願いします。うん。じゃあ、そうしましょうか。そして、数日後に訪問看護師が水野さんを訪ねたところ。水野さん、どうですか？聞こえる？水野さん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 、よく頑張ったね。お父さんも見てると思うよ。ちょっと先生に電話するね。待っててね。もしもし、林先生ですか？あ、もしもし。水野さんですけど、はい、今呼吸が止まったみたいです。そうですか。そしたらすぐ今から向かいます。はい、お願いします。はあ、皆さん、ちょっと見させてもらうね。水野さん、よく頑張られたね。ご苦労様でした。本当に穏やかなお顔ですね。いい人生でしたか？いい人生でしたよ。林先生、私のわがままを聞いてくださり、お父ちゃんと暮らしたこの家で過ごすことができました。本当にありがとうございました。野田さん、最後まで笑顔で接してくださり、手まで握ってくださって。私は子供には恵まれなかったけれど、野田さんのこと、娘のように思っていました。東さん、ケアマネージャーさん、薬剤師さん、そしてヘルパーさん、いろいろお世話をかけました。家で過ごせたのも皆さんのおかげです。本当にいい人生でした。人生生き生きノートは皆さんの人生を生き生きと輝かせるためのノートです。高岡市役所や市内11カ所の地域包括支援センターに行けばもらえますので、ぜひ一度手に取ってみてください。その中にはご自分の過去、現在、そして未来について書くところがあります。書いてみたいなという場所があると思いますので、まず書けるところから書いてみてください。そしてその内容についてご家族や身近な人と話してみてください。保管することも重要です。保管した場所に関しては身近な人にぜひ伝えておいてください。このノートが活用されることを願っております。
ありがとうございました。